皆様こんにちは。阿蘇市長の佐藤義之でございます。今日は北外輪の上大観峰近くの標高840メートルのところに位置する阿蘇観光牧場クロスカントリーコースに来ています。全長3000メートルの芝コースが見事な、このコースは起伏や水はけ、自然環境に恵まれていることから、全国から学校や実業団の陸上選手など年間なんと約1万人が利用しています。利用した各監督さんからは、このコースは全国でもトップレベルで、夏阿蘇のクロスカントリーコースで走り込んだ選手は大会で記録を出せるとまでお褒めの言葉をいただいています。さて、この時期に阿蘇市で人気の2つの話題をご紹介いたします。1つ目は、今月19日このカントリーコースで行われる第4回日の国阿蘇クロスカントリー大会です。県内外の小・中・高校生はじめ、全国の大学駅伝チーム、実業団チームの皆さんが出場し、記録更新を狙います。昨年は800人が参加しました。起伏の激しいこのコースに臨む選手たちを、ぜひ皆さん応援しに来てください。このカントリーコースのほかに、阿蘇市には機能性に優れた体育館やスタンド付き陸上競技場、サッカー場、屋内プールと様々なスポーツ施設が充実しています。気候も涼しくて、温泉や森林浴でリフレッシュもできますので、合宿には最適な地です。多くの方のご利用を心よりお待ちいたしております。さて、もう一つの話題は、この発表を見てお分かりのように、夏祭りです。阿蘇市ではこれから3つ続けて大きな夏祭りが開催されます。まず8月15日は波野の高原納涼夏祭りです。子ども神楽の公園やうなぎのつかみ取りがあります。8月16日は一宮夏祭りです。盆踊りや引き回しの出しが町を練り歩き、順位が競われる愉快な祭りです。8月19、20日は阿蘇日の山祭りです。歩行者天国で楽しむたくさんの夜店や華やかな浴衣コンテスト、芸能ステージショー、特産物販売があります。花火は3カ所とも盛大に盛り上がります。楽しい楽しい阿蘇市の夏祭りをぜひ皆さんでお楽しみください。私も夏祭りは大好きです。参加してまた盆踊りを楽しみにしたいと思っています。